エデル・ファビアン・アルバレス・バランタは、コロンビア・ボゴタ出身のサッカー選手。地元・ボゴタのアカデミアのユースチームでプレーした後、18歳の、時にリーベルプレートにスカウトされ移籍。2013年にトップチームに昇格し、2013年3月8日の、ラシンクラブ戦でデビューし、クリーンシートでの勝利に貢献。4月21日のコドイクルス戦で、初得点を挙げた。 ィーベルプレートではプリメーラディビシオン、コパリベルタドーレス、コパスダメリカーナ、レコパスダメリカーナのタイトルを獲得した。2015年12月、フィファクラブワールドカップ2015のメンバーに選出された。2016年7月14日、FC バーゼルへ移籍した。2019年9月2日、クラブブルッヘと3年契約を締結した。 U-20 コロンビア代表としてプレーしていたものの 2013FIFA U-20 ワールドカップには怪我の影響と当時まだリーベルプレートとプロ契約を結んでいなかったことからリーベルプレートが召集を許可しなかったため出場できなかった2013年11月にオランダ、ベルギーとの親善試合に向けたコロンビア A 代表メンバーに初召集され2度目の 招集となった2014年3月5日のチュニジア戦の65分から途中出場し A 代表デビュー。同年6月 2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。招集メンバーの中で最年少での選出となった。ワールドカップではグループリーグ第3戦の日本戦にフル出場した。ありがとうございます。